おはようございます。トラちゃんです。いつも阪神タイガースを応援しています。阪神ファンの皆様、トラホー。ついに開幕、タイガース。昨日の巨人との3戦目、才木選手の好投や梅野選手のブロッキング、小畑選手のプロ2本目となるホームランなど見どころたくさんでしたが、一気に空気が変わった8回表が勝利へつながりました。トラちゃんが良かったなって思ったのはもちろんこの選手、決勝点を打った森下翔太選手、今シーズン初ヒットとなった先制スリーランホームラン、初めて回ってきたチャンスを初球で決めたのはしびれました。一番大事な場面で最高の一打を打つ、去年から良い意味で成績と印象にギャップのある選手ですね。今シーズン記録も残る選手になってほしいってトラちゃんは思います。皆様、明日は誰を応援しますか？トラちゃんは中野選手、攻守交打でチームを引っ張ってほしいです。明日も全力トラ応援、トラちゃんでした。